こんにちは。ウェザーニュースの藤岡あかねです。7月10日月曜日の天気をお伝えします。ではアイコンで確認しましょう。沖縄は今日もしっかりと日差しが届きます。暑さへの対策をしっかりと行ってください。そして今日は梅雨前線はですね、日本海の方に北上するということなんですけれども、それに向かって湿った暖かい空気が流れ込むということで、西日本中心に今日は雲が広がりやすく、ざっと雨の降るタイミングもありそうです。ですので今雨が降っていなくても傘を持って出かけた方が良さそうです。空の変化にお気をつけください。またもう一つ雨が心配なエリアは北海道です。そして東北のエリア、この後傘が活躍するところが多くなりそうです。その他東北だったり、あとは東日本のエリア、日差しがしっかり届く空となりそうです。気温も上がりますので、引き続き熱中症対策を万全にしてお過ごしください。以上今日の天気でした。それではこの後も頑張っていきましょう。